もしもし、港保健センターです。絶え間なくかかってくる陽性者からの電話。座る暇もなく立ったまま電話。そしてインタビュー中も療養者からもかかってくるし、療養者じゃない方からもかかってくるので、そうですね、こうやって電話が鳴りっぱなしになるんで。名古屋市港区の港保健センターでは、高齢者や基礎疾患があり重症化リスクの高い人の健康観察や自宅療養をしている人の相談に乗っています。この2年半保健センターは新型コロナと向き合ってきましたが、第7波の感染者数急拡大には戸惑いを隠しきれません。第5波より今数としてはもう5倍ぐらいですね。だいぶ職員の方にも限界が来ているところではありますが、なんとかちょっとこの第7波を乗り切るまでということで。港区の新規陽性者数は先週1週間で1696人。これは第7波が始まる前の6月下旬の週と比べておよそ17倍です。感染者のほとんどが軽症というのが第7波の特徴と言われていますが、新規感染者があまりにも多く、こんな不安も。400人という数はちょっとこなしきれるところではなくて、正直ちょっとこのままの調子で続くと医療機関にご受診ということ自体がちょっと難しくなってくるところはちょっと想定されているところではあります。保健センターの業務が逼迫していることを受け、名古屋市では感染者への対応を変更しました。重症化のあるリスクのある方とない方の対応をちょっと分けさせていただきますので、そのところは一つご理解をいただきたいと。今まで各保健センターでは陽性者一人一人の健康状態を紙のファイルにまとめ、電話で全員の健康観察をしていましたが、重症化リスクの低い人には電話連絡をせず、携帯電話のショートメッセージを使って連絡することにしました。1回あたりまとめて1000人ぐらいはこれでお送りをしてます、はい、まあ、これだけですね。名古屋市のコロナ対策本部。意識生命、呼吸数が24回。コロナ対応の司令塔として業務は多岐にわたります。入院先の医療機関や宿泊療養施設の調整、さらに患者が移動するときに使うタクシーや自宅療養者の配食サービスの手配まで、スタッフを15人増員し80人体制で対応に当たっています。第7波の感染というのは第6波の今やもう倍増近いという状況でございまして、この入院調整というのはこの1週間で急激に逼迫をしているという状況であります。コロナ本部で指揮を取る滝医師は、第7波の医療現場への影響についてこう指摘します。小児の患者さんの絶対数が増えたということもありますので、お子さんの医療は救急搬送ですとか入院の状況が厳しいというのは第6波まではなかったような状況です。発熱をきっかけにして起こる熱性痙攣や脱水症状で入院する子どもの数が増えていて、このようなケースは初めてだといいます。患者さんが増えている最中ですの で、これ以上患者が増えてしまいますと、本当に自宅とかで医療を受けられずにお亡くなりになってしまうという方も少なからず出てきてしまうのではないかということを危惧しております。